今回は2番町から児玉町へ移転したばかりです。コーヒーボーイ児玉町店をご紹介します。というわけでコーヒーボーイ児玉町店へやってきました。さあ早速中入ってみましょう。お邪魔します。わあ、とってもおしゃれな雰囲気ですよ。美味しくコーヒーいただくことができそうですね。それではお話をお伺いします。こちらが店長の田中さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。田中さん、ではまずこちらのお店のご紹介をお願いします。はい、こちら2番町店から移転してまいりましたコーヒーボーイ児玉町店になります。量り売りのコーヒー豆やギフトのご用意、それからドリンクのご提供をしております。ちなみにこだわりは？はい、他の店舗に比べてシックでかっこいい雰囲気に仕上げた内装でしょうか。壁も土壁みたいになっていてかっこいいですね。ありがとうございます。ではこちらのお店ならではのおすすめのポイントってありますか？はい、こちらが児玉町店限定になるんですが、お野菜の販売をしておりまして、市内の農家さんのお野菜をご用意しております。そうなんですね。コーヒー屋さんでお野菜。そうです。一応ですね、こちらがドリップ後に出るコーヒーの粉などを使用して、それを肥料にしているお野菜になりますね。コーヒーを使って生まれた野菜ってとっても気になるんですけれども、今の季節だったらどんなものがありますか？はい、そうですね、トマトやキュウリ、変わり種などズッキーニやホワイトコーンなどのご用意があります。本当に新鮮で美味しそうですね。そうなんです。お野菜も美味しそうなんですが、本題に入りますね。こちらコーヒー店ということで、どんな飲み物を提供されているんでしょうか？そうですね、ハンドドリップでご用意する本日のコーヒーや、エスプレッソを使用したカフェラテだったり、それからスムージーですね、それから店舗限定のドリンクなんかもご用意しております。では中でも田中さんのおすすめの商品のご紹介お願いしてもいいですか？もちろんです。少々お待ちください。ありがとうございます。おすすめの商品がやってきました。ご紹介をお願いします。はい、こちら個人的におすすめなのですが、カテマラアンティグアのホットコーヒーでご用意しております。中部帰りの焙煎で仕上げているので、ある程度のコクと、それから余韻に軽い柑橘味を感じ取れるコーヒーになってます。ではいただいてみてもいいですか？どうぞ。あ、いい香り。おいしい。これどちらかというとランチの時にお惣菜パンとか食べるじゃないですか、はい、そういう時にぴったり合いそうですね。バッチリだと思います。続いておすすめ2点目です。ご紹介をお願いします。はい、こちらキャラメルマキアートのアイスでご用意しております。カフェラテの中にキャラメルシロップ、それからキャラメルソースを入れたしっかりと甘党の方におすすめの一杯になっております。じゃあこちらもいただいてよろしいですか？ぜひ。見た目もとっても可愛らしいですよね。ではいただきます。どうぞ。あ、本当だ、しっかりとした甘さですね。もうこの一杯でドリンクなのにデザートみたいな感じ、はい、でこの甘さって若い女性の方もすごい好きなやつじゃないかなって思うんですよね。そうです、すごく人気のあるドリンクになってます。一応こちらがホイップクリームをトッピングしたクリームラテなんかもとってもおすすめになっております。それも美味しそうですよね、はい、これも人気なんですか？とっても人気です。今夏だからこうやって冷たく美味しくいただいていますけれど、秋口とか冬は？はい、こちらもちろんホットもご用意しております。あ、いいですね。おすすめの商品3点目がやってきました。ではご紹介お願いします。はい、こちらモカスムージーでご用意しております。エスプレッソ、ミルク、チョコレートを氷と一緒にブレンダーで混ぜたものになるんですけど、一応シャリシャリとした食感がこれから夏場に向けてとてもおすすめの一品になっております。これも見た目本当に可愛らしいですね。いただいていいですか？はい、お願いします。ではいただきます。
しい。しっかり甘さがあるのにコーヒーが生きていて、コーヒー好きにはたまらない一品ですね。はい、これ後味もとっても爽やかですね。スッてした感じ、うん、はい。ただ氷が溶けてしまうとどんどん甘くなっていってしまうので、できれば早いご賞味がいいと思います。田中さん、ご紹介ありがとうございました。今教えていただいたコーヒーなんですけれども、自分で気軽に入れたりすることってできますか？もちろんです。ご自身でドリップされる方はぜひ量り売りのお豆を、それ以外の方はリキッド、ドリップバッグ、それからインスタントコーヒーなど、たくさんの選択肢をご用意しております。それはプレゼントにもぴったりですね。はい、一応ですね、オリジナルのギフトセットなんかもご用意がありますし、お忙しい方はぜひオンラインショップのチェックをしてみてください。では田中さん、最後になりますが、番組をご覧の皆様に何かメッセージいただけますか？はい、お客様のコーヒーの幸せをサポートするをモットーにお店でお待ちしておりますので、ぜひ気軽にお立ち寄りください。田中さん、今回はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。いかがでしたか？お客様のコーヒーの幸せをサポートするがモットーのコーヒーボーイ児玉町店、素敵ですよね。おすすめのコーヒーも本当に美味しかったです。なお、コーヒーボーイ児玉町店は年中無休で、6月29日から7月7日までの間はサマーセールをされるということです。さらに好みの味をスタッフの方に伝えると、一緒にそれにふさわしい味のコーヒーを探してくださるとのことですので、興味を持たれた方はぜひお気軽にお立ち寄りください。